はいどうもバイス TV です。今日はね久しぶりにそんなにめったにやってないんですけどもホテル紹介したいと思います。ここはね沖縄県名護市ホテルピースアイランド名護で、ね、ここにお世話になったので、そうね、このホテル非常にねおすすめなので、ご紹介したいと思います。ちなみに、ホテルピースアイランド名護のここすぐ横の駐車場は1日600円なんですけども、まあ、目の前のね、市営の駐車場だったりとか、まあ、今空いてますけどもここ仮に空いてなくてもですねすぐ裏にあるちょっと今行きましょうか。歩いてすぐの真裏にですね、ボーリング場跡地かな、多分今もうやってないんですけども、てか10月中旬なのに本当に暑いな。今日も今すでにまだ朝なんですけども30度近くあります。そう、横川流れてて、これが裏側ですね。僕今回こっち側なんですけども、南側だとですねオーシャンビューになってます。でこの脇道反対側からも行けますけど、脇道をテクテク1分2分歩くとですねボーリング場があります。そこの駐車場は無料ということになっているので、僕はケチってそこに停めてます。ただ正直言うとですねケチってとか言いましたけども、出かける時とかってさっきのホテルの前の道って結構なんか細い道入らなきゃいけないんで、意外とここ便利なんですよね。はい、ここに僕の車、レンタルしてる車なんですけどね、このレトロなボーリング場の前のこのエリアっていうのがホテルピースアイランド専用駐車場というふうになっております。でここ大通りがあるんですけども、すぐ横にドラッグストア森名護あがりえ店っていうのがあります。東にえであがりえですだったりとか、あとそこにね三栄っていう大きなスーパーがあります。このスーパーね行ってみたんですけども、結構本当にいろいろ売っててね便利ですよ。目の前にも薬局があったりとか、あと向こうの方テクテク、まあ、5分もかかんないかな、歩くとですねいわゆる緑街って夜の街だったりとか、居酒屋がいっぱいあるストリートだったりっていうのがあって、夜ね飲んで帰ってもテクテク歩いて帰ることができます。名護の、オリオンビールの工場だったりとかも近いですし、ガジュマルの木がね有名なのがあるんでそれも近いし、非常にねまあちょっと地元の人に怒られるかもしれないんですけども、割と寂れた街なんですけども、僕はこの雰囲気が大好きです。じゃあちょっと反対側から戻ってみましょうか。でこの後はね部屋の中をお見せします。隣のホテルもね非常に綺麗ですけども、そうそう、この今泊まってるピースアイランドはですねアパのアプリで予約できたんですね。だからアパが買収したのかなちょっと分かんないですけど、アパ、まあ、提携してるのかな。で宮古とか確か那覇とか石垣とかにもあるグループらしくてですね、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思いました。こっちルートの方がホテルの入り口までちょっと遠いですね。ちなみに、ホテルの裏口から出入りすることもできて、それだともう少し近いです。隣すごいな、こんなのがあるんだ。まあでも言うてねめちゃくちゃ近いです。そう、そっからそこにもね裏口があって、そっから出入りすることもできます。
ちゃ部屋に行きましょう。ちなみに泳ぎたい人は歩くとちょっとあるんですけど、車でねこっち方面すぐそこにピッて行けばですね、21世紀のなんとか公園のビーチみたいなのがあります。そこすごい綺麗です。ちょっと昨日ねすごい晴れてて、まあ今日も晴れてますけど、昨日非常に、いい天気でね動画撮ったんで、ね、ちょっと差し込みます。今屋上見せようとしたら5時からだったので、ちょっと夜ね撮った映像を挟みます。まあ、夜なんで真っ暗なんですけども、でもね名護の夜景をこうやって楽しむこともできます。こっちは海ですね。ちなみに周辺には反対側に結構居酒屋とかあるんですけども、こっちがすき家とかね、いろいろ飲食店もそんな困らないです。沖縄来てすき家行くのかって話ですけど、まあ、結構ねずっといる人はねそういうのもありがたいんじゃないでしょうか。隣ドラッグストアがあったりとか、あそこに大きなねスーパーもあります。南側だとね、こんな海が見えるんですよ。ただ今回私はシティビューになっております。いいんですけどね、朝食会場お金払うとね朝食もついてます。ちょうどね朝の清掃タイムなんでちょっと今騒がしかったですけども、っていうのと、あと今回運悪くエレベーターから一番遠い部屋になってしまったという感じなんですけども、部屋の中こういう感じですね。もう実はチェックアウトするタイミングでして、寝て起きた状態なので、ベッドクリーンとかねまだこれからにはなるんですけど、暑いからちょっと待ってね。そうまだねクリーンしてもらってないんですけども、まあこんな部屋になってます。まあ狭いんですけど、ベッド大きいし全然快適でした。でね、おすすめポイント、まずこれですね、お分かりいただけますでしょうか。なんと洗濯機があるんですね。これは結構いいですよね。これがですね朝8時半から午後の10時まで、使い放題と、これがついてると。これは珍しいですよね、これビジネスホテルにしては。で、まあ姿見みたいなのがあったりして、バスルーム、ちょっとごめんなさい僕が使った後なんですけども、それなり広くて、しかもね非常に深いバスタブがあるので、まあ沖縄暑いんでね冬場ぐらいだと思うんですけども、これでお風呂入ることもできるし、まあ、非常に綺麗ですね。コンパクトですけど綺麗です。でベッドもふかふかだし、あとねこれですよ、冷蔵、冷凍もあります。こんな大きい冷蔵庫なかなかないですよね、ビジネスホテルで。
そうなのでもう、ね、さっきもお見せしましたけども、すぐそこに三栄がありますから、ね、車でもう一瞬です、まあ、歩いても行けますけども、三栄でね、なんか買ってきて部屋で、まあ、部屋飲みすることなんかもできると。あとね、さっきからこれ映ってると思うんですけども、そう電子レンジがあるんですよ。これいいですよね。だから、まあ、今回僕両方あんま使ってないんですけども、冷凍物とかね、お惣菜とか何でも買ってきて部屋で温めて食べることができてしまうというわけなんですね。そう、こんな感じです。なかなか高得点かなというふうに思います。ぜひね、名護お越しの際は参考にされてみてはいかがでしょうか。以上、ご視聴ありがとうございました。